キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、スカウト編成能力チェック、今日はロッテ編でございます、うん、はい、ね、プロスロッテ、うん、どうなるのかっていうね。そうですね、まあ、前回で言うと、うん、まあ、B が 16.88%、 A が 9.09%、うん、S が 18.18%。 結構いますね。だから B 以上が約 44%、うん、でもやっぱり5割は超えてないんだよね、はい、でも正直ね。 S 取ってる選手が、前回のオリックスよりは過去は多かったですね。そうだね、うん、S はね、 S 以上でも、うん、94年以降だからね。あ、そうだね、結構長いスパンです。今の選手たちで S 取ってる選手いんのかなっていうね。昔取った杵塚とかあるからね。はい、ちょっと思いつかないですね、あんまりね。そうだって、昔で言うと S 取った選手は俺でしょ、はい、成瀬とか、うん、多分三郎、福浦さんとか、うん、結構いっぱいいるでしょうね。ジョニーとか、はい、矢部田さん、うん、藤田さんとか、渡辺俊介投手とか、川崎さん、俊ちゃんは S 取ってない、取ってないんだ、 A かな、うん、川崎とか、はい、ね、とかいるけども、うん、近年、今江西岡ね、はい、近年どうなのかなっていうね、うん、ところで、ね、じゃあ見ていきましょう。はい、じゃあ変化した選手、変化した選手ね、査定が、うん、変化した選手は中村翔吾、お SS、 おだから、まあ、ゴールデングラブとかね、ベストラインの多分複数獲得ね、はい、うん、で、あとは佐々木千早が無印から B、 あ、2021年に勝利の方程式で活躍して、うん、で、酒井が B から BB、 おお、複数年でも、もういないけどね、はい、楽天に来ましたね。安田が BB、 BB だから多分100試合以上を2年連続したんだろうね、うん、はい、で、藤岡が BB、うん、こちらも多分100試合以上を2年連続、はい、で、山本大輝、はい、B、うん、で、こちら40試合登板をね、はい、したのかなと。で、次、藤原が B、 これも100試合以上出場、うん、で、小島、小島、小島先発の小島投手ですね、うんうん、これ間違うよね、どっちだったっけって思っちゃうよね。先発で小島投手です、ね、小島ね、はい、小島が A、うん、だから10勝2回したのかなってことか、そういうことですね、うん、で、佐々木朗希、こちらは本当は無印なんだよ、はい、規定投球回投げてないし10勝もしてないから。あ、そっか。でも WBC に出場したんで、うん、WBC 侍ジャパンに行った選手は無条件で B がつくんで、はい、1B になります。お、もしこれ侍行ってなかったら佐々木朗希無印だから、完全試合しても、うん、で、続いて、はい、佐藤俊也、うん、BB、 おー、100試合以上だ、うん、で、高部が SS、 あ、タイトル、そうそうそう、これドラフト3位だから、盗塁王とゴールデングラブか、ベストラインだから、ゴールデングラブと盗塁王、盗塁王だね、これで SS になるわけ、はい、高部が。で、続いて2020年ドラフト1位、鈴木翔太無印、うん、中森無印、うん、小川無印、はい、2021年松川浩1位無印、池田ライト無印、うん、広畑無印で、2022年、うん、菊池無印、うん、友杉無印、うん、田中無印、100試合も出てないんだ、そうそう、誰もね、うん、だから要は2019年の佐々木朗希、佐藤高部までがあるけども、うん、2020年からの3年間のドラフトで誰も印がないのよ。あ、本当だ。これはこれまでやった西武、オリックスは1人とか2人いたのよ、うん、いましたね。ロッテ1人もいない。しかもね、西武とかは隅田惜しいとかあったじゃん、はい、オリックスも野口もうちょっととかあったじゃん、はい、ロッテはそこほぼほぼ誰も惜しいが、友杉ぐらいかね。あ、まあそうですね、ちょっと見えぬのかなっていうね、うん、てなった時にね、2023年も入れるとどうなったのか、はい、こちら、うん、2018年シーズンまでは B が 16.88% だったのが、うん、B が 21.35% で上がってます。あ、 B は結構上がりました、はい、で、 A が 9.09% だったのが 8.99% と 0.1% 下がりました。下がりましたね、はい、うん、で、 S が 18.1% だったのが 16.85% で下がって、 B 以上の選手が 44% だったのが、うん、B 以上の選手が約7%、うん、こちらは上がってるんですよ、はい、なのにそんなに強くないじゃん、はい、なんでなのか、うん、これ非常に厳しい意見だけども、はい、ただ試合に出てるやつが増えてるだけ。いや、そういうことですね。
だ B は100試合出れば野手だと B が取れるわけじゃないですか、うん、でもしくはリリーフで40試合登板か、うん、あとは規定投球回、うん、あとは打者と規定打席、はい、だから多分これはね100試合出場と40試合登板があるだけで、はいはい、結果として球界トップクラスの景色は誰も見ずに、うん、ただロッテで試合出てるだけ。ああなるほどあ今ちょっとえぐられてるかなロッテファンだけどって見た時に言うと、はい、これまでやった西武、うん、オリックスに比べると、うん、これはちょっとスカウト編成能力低すぎますねっていう。あーなるほど。ロッテ内では戦力にはなってます。でも球界で見るとそんなにいい成績は残してないですよっていう人が増えてるんですね。そうそう、だから多分、うん、チームとしては2位というね、うん、2023年、うん、いい働きはしたけども、はい、でもチーム打率、うん、チーム防御率っていうのをちょっとずつ単発で見ていくと、はい、どれもどれもだねみたいな、ね、いやそうなんだ感じになるのがここだから、うん、ここに乗ってないね、はい、この4位以下の選手、うん、増田だったりとか、はい、そういったところの押し上げはあるけども、はい、上が大したことないから、うん、その押し上げきれないんだよ、はい、これが上もしっかりしてて下も押し上げると、うん、いい形に、ねうん、なってくるんだけどね。だからそのね、S18% オリックス 14% なのに多いじゃんと思うけど、うん、結局 S になってる選手たちで言えば、うん、鈴木大地ね、はい、もういないからね。いない荻野、うん、もう大ベテラン、はい、石川歩夢、うん、怪我でやつで田村もう身長より低い打率、うん、で昔で言うともう西岡今江里崎小林正秀藤田、うん、矢蓋黒木三郎だから、うん、もうほぼほぼ2000年前後に全部いるだけなのよ、はい、これ今30年分やってるじゃないですか、うん、これを近年の10年にしたら怖いね。ちょっとデータ怖いですね。ちょっと怖いね。 S これはちょっとスカウト編成の能力が疑われるレベルぐらいのひどい数字が出る可能性はあるけども、はい、これはもう後々だから最後の動画ですよ、ね、最後のこれ全部出してから、はい、試していかないとね、うん、そこの差がどうなのかによってもね、はい、低いからどうなのかとか高いからどうなのかって12球団の差だからね、はい、いやこれでも顕著にそのチームの本当の強さっていうのが出てきちゃいそうですね、うん、そうなの。だから B 以上増えてるけども、うん、ロッテだから試合出れてる選手が増えてるだけなんちゃうかっていう、うんうん、成績としたら寂しいですよと、はい、選手はチーム内成長があんまりないってことですか。そうだね、チーム内成長があんまりないね。試合には出てるけどね、うん、出てるけど球界トップになるようなこういい成績残す人がいないってことですね。そうそうそう、うん、で B はある程度の数増えるからね、うん、その試合には出るからね。いや誰かが出ないと試合に成り立たないですからね。 それがもし1位から3位までにほぼいなかったら、うん、もうその編成スカウトはもう今すぐやめた方がいい、ね、うん、だからまあねポジティブなこと言うと、はい、まあ、1位から3位までで試合にしっかり出てるチームの戦力になる選手が取れてるっていうことは、うん、まあポジティブな様子ではいいのよ、はい、でもそっからの個々の能力が上がっていってないところがやっぱりもう一つ上に行けないところだから ね、 ね、外国人に頼らざるを得ないところがこう見えるよね。まあ、そういったところではね、はい、ちょっと寂しいね。うん、まあ、でもまあ一軍で出れてるってところではいないところを補えてるってチームの中では補えてるっていうのがあるけども、はい、その選手たちがやっぱ球界トップクラスの成績までは収めきれてないところが、はい、やっぱりちょっと寂しいね、うん、ところなのかなと。で佐々木朗希も本当 WBC 行ってなかったら無印だからね、うん、この俺のね指標で言うとね、誰かやっぱタイトル取るような選手が出てきてほしいですね。そうだね、まあ、そういったところではね、はい、まあ、今年ずり出した上田キュートにね、うん、あとは2位の大谷、はい、ね、うん、期待していきたいね、うん、3位までだとね、そうですね、ルーキーで大活躍ってこともありますからね、うんうん、ロッテファンの皆さん、これを見て現実を知ってどう思いますか。